ません、すいません、遅れてすいません。あら、いやいや、むしろね、ちょうどいい頃合いですよ。今だいぶ暑くなってる時にね、非常にね、まさかの格好で現れましたからね。いや、もう心が触れるかどうか。おい、ほら、ね、それこそもう…え？あかんの？いいね、いいね。今いや、いいんですよ、いいんですよ。今、止めやんだら最高の流れやって。今の触らんでもいいツッコミやね、今の。いい絵面になったわ。ありがとうございます。いや、僕的にはね、もう吉見さん、はい、抜群のタイミングで入ってきてくれたなっていう ね、 うね、まあ、前田さんがもうね、すごかったですから、今怒涛の勢いで喋ってるという。ただももちゃん、あのポカンとしたと思うんですけど、吉見さんが急にこの格好で登場されたんで、んで、え、どなたっていうね、どこから宴会部長がやってきたのかっていうね、全然こうテンションが違う状態っていう絵面でしたからね。はい、あのちょっと改めてどういう方なのかっていうのざくっと紹介いただきたいと思います。はい、はい、もう一人のゲスト、吉見さんは、はい、インディーズ CD ショップフックアップレコードを立ち上げた方で、うん、はい、関西インディーズシーンのことを聞くならこの人、はい、というようなすごい人なんです。じゃあ吉見さんがね、今日来てくれたところで、はいはい、もう一回乾杯しましょう。はい、はい、いいですか、はい、せーの、ディガー、よろしくお願いいたします。吉見さんはあのあれですよね、その店頭でこの状態じゃないっていうことですよね。あ、そうですね。そうそう、顔を見たければお店来てくださいねっていう。お店に行くとちゃんと顔は分かるということですね。そうですそうです、そういう手でやる。そういう手で、はい、インディーズの、まあ、CD ショップ専門っていう ね、はい、うね、お店。いや、というのも、ももちゃんからするとね、はい、その CD ショップっていう、まあ、レコード屋さんっていうのが、うん、まあ、言ったらもしかするとちょっと遠い存在になってるのかなという気もするんで。そうなんや。どういう、しかも CD ショップでインディーズ専門の CD ショップっていうのはどういうふうにこう出来上がっていったのかっていうのはやっぱ興味ありますけどね。ね、僕が音楽業界に入ったのが1995年、はい、お、95年、はい、生まれてますか。生まれた年、生まれた、お、生まれた年、はい、生まれたよ。そうなんです。だから、まあ、その年にタワーレコード、はい、ね、近くにある梅田マルビル店っていうのがあるんですけど、うんうん、はい、そこのオープニングスタッフで。オープニングかー。そうなんですよ。そうか、はいはいはい。そう、初日にあのビーズが来た日です。おお、すごい。初日に、すごい。初日にビーズが来て、お客さん集まりすぎて。いや、そりゃそうでしょう。そう。で、あの機動隊が。だってそのもう95年なんて言ったらもうラブファントムです。ラブファントムってもう一番またこれ、そうです、人気ダーンの時じゃないですか。 その時に初日のゲストビーズで、すごいすごい、そうそうそう、早い言っといてくれ。いやいや、そういう話とか喜ぶやん。もうでも機動隊来て、そうオープン初日に店を閉めたっていうね。すごいな、集まりすぎて、すごいな、開けれなかったっていう。めちゃくちゃ面白い、ね。まあ、でもやっぱりその CD ショップがだから90年代仲間だったそういうメガストア的な感じ で、 そうですね、たくさん大きな CD ショップっていうのがどんどんできていった時ですね。だから当時のタワーレコードってやっぱり洋楽中心やったんですよね、はい、うん、でそのできたタワーレコード梅田マルビル店が初めて、はい、そのいわゆる J-POP っていうのを、はい、扱ってみようかっていうテスト点。そうか。でも今ビーズの話をされましたけど、はいはい、インディーズのね、はい、CD ショップのご自身で、はい、じゃあそこに特化してお店を開くっていうのはこれ相当な決意が必要だと思うんですけど。そうですね、うん、まあまあね、やっぱ当時まだインディーズっていう言葉自体もそうかもなかった。それこそコーナーがもう一つの棚しかなくて、そこにも全部ジャンルが入っても OK ぐらいの、はい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 、そこまでまあインディーズ担当をずっとやって、はいはい、2000年前後ぐらい、下北にハイラインレコード、バンプオブチキンとかが出た、全く自習の時にですね、もうタワーとかよりも売り上げすっごいちっちゃい店があって、うん、あ、こういうやり方もあるんやな、うん、でまあ、大阪にも欲しいなって、まあ、ちっちゃい芽生えがあって、はい、でそのちょうど2000年頃にそのタワーレコードって外資、はい、外資系、うん、アメリカ本社で、うん、でもそこでまあ好きにやらせてもらえてた、うん、でそれが日本の会社で株主が変わって、うん、でまあそこ
の方針としては、うん、もう今後あのタワーレコードとしてはスペシャリストはいりませんと、ゼネラリストの人間じゃないと残らないっていう、ちょうどタイミング的にそこの、ね、ハイラインがぐわって出てきたっていうのと、成功例もあるし、そうで、うん、タワレコの方針が変わったっていうのもあるんで、まあ、当時だからその、まあ、お前頑張ってきたから、うん、ちょっと九州に副店長で行けと、うん、お、栄転の話もあったわけですね。栄転してそこで 2,3、うん、年頑張ったら、うん、関西で店長やらせたるわと、道筋がもうできてるじゃないですか。そうで、それを受けるか、うん、もう辞めるか、あら、そこでそう、よしみは、うん、考えたわけですね。どうする？え？どうする？俺も答え知ってもうてるから、答え知ってもらっててどうやって答えるの？いや、ほんでやめますわと。すごいな。ってならへん。そうなってるから今あんのやろ。まあ、でそう、やっぱタワーレコードに当時、はい、あのやっぱ CD を送って、うん、まあインディーズの子が送っていうところって、うん、僕は最初それを、まあ、インディーズの子らの一番入り口やと思ってたんですけど、うん、やっぱこうバンドと関わっていくうちに、もうタワーレコードに置く前の段階、うん、はいはい、もっともっと前の段階、うん、まあ、まさにね、店名がフックアップですけれども、そう、もうこう引っ張り上げるという、ああ、そういうの知ってるんですね。そう、ここもディガップ、ディガップ、いいですよ、ちょっとコンビ感が出てきましたよ、これますます出てきました。いやいや、フックアップってだからスラングなのよ。いや、知ってるって。あ、そう、いやいや、知ってるって。やっぱ一緒におるからでも、やっぱあなたのことを最初にさ、はい、いっぱい調べて、あ、よしみはこういう感じでやってきたいなとか、ずーっとブログ書いてるんですよ。なるほど。ずーっと。ねえ。ほんまに。歴史がね、いろいろ見えるんですよ。ぜひ読んでもらったら。それでも、今ね、そのフックアップレコードとして、どういう基準で、まあ、言ったらお店に並ぶ商品っていうのを作っていく、どういう、フックアップの基準はどこにあるんですか？聞いたことないな。いや、もう、心が触れるかどうか。おい、ほら、ね、それこそもうちょい無理やがって、あかんの。だっていいね、いいね、今、いや、いいんですよ、いいんですよ。今止めやんだら最高の流れやって。今の触らんでもいいツッコミやね、今の。そうか、そうそうそう。まあね、はい、本当誰でも CD を受けちゃう時代なんで、うんうん、まあ、僕はやっぱ現場大事にしたいから、うんうん、まあ、見に行ってライブ見て、まあ、その頃と喋ってみて、うん、でもそこで自分が心が触れるかどうかっていう。じゃあ結構そのライブハウスにも吉見さんも結構足しげく通って見るっていうのはあるんですか？多分だからね、セカンドラインとかで言うと、うん、セカンドライン以外の人間やと、うん、多分世界一行ってるよね。世界一行ってるね。そうでしょうね。世界一行ってる。そうなんでしょうね。世界一行ってる。すごいな。でも本当に愛やる厳しさはめちゃくちゃあると思います。ちゃんとライブ見に来ますし、うん、それを見て、あの嘘はつかないですし、うん、なんか嘘で、うん、あのよかったよ、とりあえず褒めるっていうのはしない、絶対言わないです、絶対言わないです、まあ、よく関係者がね、うん、見に行って、いや、よかったよ君たち、はい、っていうのはやらないんで、はいはい、お、ほんまにやらないです。これでもその初対面とか難しいじゃないですか。いや、もうだから関係ないですよ、だからそこは。すごいな。やっぱそこで食いついてくる子はやっぱ食いついてくるし、だから僕らなんかはね、どっちかっていうと、まあもちろんライブハウスでなんかイベントで、知ったバンド、はい、全然知らなかったけど、あ、面白いな、でそっから作品を、まあ、録音物を聞くっていうのはありますけど、うん、どっちかっていうとラジオ DJ としては逆なわけですよ。そうですよね。あ、こういう人いますってことで、うん、先に曲を聞いて、あのね、それはね、役割なんですよ。なるほどね。言うと CD ほな作ってないバンドも、ね、そういると、録音されてない状態、本当にゼロから作った方がいいんちゃうってアドバイスもされるし、逆にちょっとお店置いてほしいなと思うんですけどって、そうです、まだ早いってこともあるわけです。そうです、すごい、そこズバッと言うと、そうです、はあ、じゃあこうしてこうしてこうだったらこうしようっていう、これでもこのよしみタイガーにね、はい、やっぱり認められるかどうかっていうのは結構ね、重要ですね。じゃあ今どうなんですか、あのよしみタイガーおすすめのバンド気になってるっていうのは、ね、今言うの？いや、名前がね出てきても面白いかなと思いますけどね、うん、むしろここで名前出されたら非常に光栄。いや、めちゃめちゃ光栄ですね。じゃあ後で言いますわ。あ、わかりました。それをそれ教えます。でもね、お店に行ったら聞けるって聞けますね。そういうことや。うまいわ。そういうことや。素顔で。素顔で。いや、だからそれもだからよく東京の人とかも電話かかってきて、うん、なんかいいのいないですかねとかって言って来るんですけど、うん、いや、もう現場行けよと。あ、なるほどね。
ね。そうそうそう。もう RPG ゲームで一番何でも知ってるよろず屋の店員さんの位置なんですよ。立ち位置的にここ行ったら情報はね、次のミッションのヒントもらえるっていう。ああそうですね。でもインディーズにね、はい、その なぜそこまでこう心惹かれるのかっていうのはどこに魅力があるんですかね。まあやっぱりね、ストーリー性。なるほど。わかるかな。はい。前田さん今急に来たっていう感じでしたけど。そうそうそう。まあだから彼もそうやし僕もそうやし、うん、一緒に物語を作ってあげる立場、ね、まあ、言ったら何者でもない、そうまだ若者がこんなことやりたいっていうのも多分まだ音にもできてないけれども、なんとなく伝わってくるものがあってっていうのがもうどんどん形になっていくんですよね。そういうまあまあ言ったらね、手伝う世に出るまでを、うんうん、ね、誰とやりたいのって言って、こことやりたいですって言って、もうそんな普通無理や、じゃあそこへ行くまでじゃあね頑張ろう、情報出たいです、何でもいいんですけど、うん、じゃあそこへ出るまで頑張ろうっていう、その一個一個ストーリーをね、うん、どう積み上げていくかっていう、これでもやっぱいい関係ですよね。そのライブハウスがあって、その近くに実際にその商品として、ね、うん、あのもうインディーズに特化したお店があるっていうのが、まあそこはもともとだから、だからどこでもないですからね。はい、もう本当にそうだね、セットでその、うん、そうだからそれはだからも、まあセカンドラインの近くっていうのはまあまあの、もともと初代の店長って岸本さんっていう人がいるんですけど知ってます。あ、知らない。ちょうど今から20年ぐらい前かな、うん、に僕がだからバイヤーしてた時に、はい、岸本さんが来はって、あ、そうかそうか、そう今度だから福島に新しく作るんですわと、作るんで協力してくださいっていう、うんうん、あ、ここにも来ましたね。そうそう、岸本裕二の影が圧倒的存在感。え、岸本さんは一人って分かってんねん。じゃあももちゃん、ちょっとこの辺りでメニュー参りましょうかね。わかりました。はい、以上、こちらが当店のメニューとなっております。まあ、悩み事、最近のなんか気になること、そして将来の展望ですけれどもね、吉見さんは悩み事はありますか。悩み事ね、あ、でもやっぱ僕っていうよりかはライブハウスの今後はやっぱね、どう、ライブハウスの今後、まあ僕もやっぱリンク、はいはい、やっぱしてる、いろんなライブハウスリンクしてるんで、ライブハウスと CD ショップとして具体的にはどんな、ライブハウス自体が今やってることが、うん、やっぱそのコロナ前にやってた、うん、まあね、出てもらって30分ライブやってっていう、うん、それを配信で流してっていうのが、うん、いやもうそこにね固執してても、うん、せっかく配信なんやから、うん、もっと面白いことやらないと、うん、まあ、やっぱお客さんももう配信に飽きちゃってて、うん、早くも、うん、全然ありますね、うん、なんかね、まあその僕ね、まあ、あの、まあ、そこそこ一般の人よりはそもそもライブを見に行く仕事じゃないですか。でもやっぱりね、なんやろうな、上がらないんですよね、そこまで。あ、そうですね、ライブハウス知ってる人らは配信は楽なはずやのにね、見ること自体は全然やっぱね、こう自分の心にこう残るものはちょっと少ない、まだやっぱり。だからそういう意味でなんか工夫はもっといるのかもしれないですね。もうおっしゃる通りで、うん、それをもっとだから例えば30分ライブを見せるっていうのではないのかもしれない、うん、もしかして1曲終わって演奏止めてトークしてとかなのかもしれない、まあ、正解は分かんないですけど、今野村さんが言ってた通り工夫はめちゃくちゃ分かるよ、いる、そうやねんな。でアーティストはやっぱりライブハウスの力になれると思ってやってくださってる。いやだからそれも、うん、今それも今は力になってやろうと思ってるけど、だってそこにだってもう誰も集まんないんであったり、例えば乗るまでお金取られてたりするんであれば、もうアーティストとしてもじゃあライブハウスに出る必要性をライブハウス側がライブハウス出たらこれができるよっていうところを提示しないと、いきなり敵問題提起でね。だってぶっちゃけじゃあもう、じゃあもうライブハウス出なくても自分らでこれやれちゃうんじゃないの、まあ、配信という意味ではね。でもね、多分ね、前田さんは考えてると思う。さっきあんだけ熱く、あ、そうなんだ、そうそう、あのね、バーディグアップっていうね、はいはい、番組がございますんで、はい、URL っていう覚えて、覚えて、そうそうそう、
や今日もだからもうとりあえず喋ってるからおいで言われてきたんで。でもね、はい、いやあの多分ね、よしみさんが今おっしゃったようなことを、そのライブハウスが今後今そのまんまね手をこまねいてたんではきっとダメになるから、ね、あの演者もそうだし、うん、演者も考えなあかんし、ライブハウスも考えるっていう、そうです、僕も一緒に考えるんで、そうですよね、音楽シーン途絶えさせたくないっていうからこその今ね問題提起もあってっていうので、みんなでちょっと将来をね見据えていこうじゃないかという、いや本当そうですよ、多分だからうう、ね、もうお客さんらはもうそう思ってるんで、うん、言わないだけで、そうですよね、みんなでやっぱ出し合って、まあ、できるできないはあるけれども努力はしていかないと、そうです、ね、みんな倒れちゃうんで、ダメだぞっていうね、全然全然、じゃあももちゃん、そろそろですね、はい、お二人ね、いろいろ話を聞いてきましたけれども、はい、色紙にまとめてもらいましょうかね、また今回も、わかりました、はい、お二人はこういう方だっていうのをね、まあ、いろいろもう掘って掘ってしてきましたけれども、じゃあまずは、はいはい、セカンドライン前田さんから参りましょう、はい、はい、じゃあ前田さんはこんな方、ドン、汗をかくほどの熱血、そのままやんけ、汗はね、いやでもね、確かに歴代の総出演者の中での汗の量はもうズバ抜けてましたからね、いやもうライブでもいつももう汗だくなんですよ、ね、いや岸本デイジーの時のね、多種多様を僕は見ていたんですけども、はい、熱血の血はね、そうですね、血ですね、ほんまや、ほんまやでもね、これ多分あの造語だと思うんですよ、あの私のあのあれです、熱を持っていろんなことを決めて、ね、決める時には決める男であるっていう、ありあり、そうなんですよね、信念もね持ってはるんで、信念も、はい、ありですよかったねほんまやな、ありがとうございます、いやもうやっぱね、うちのももちゃんはね、どんどんニューワードを作っていくというね定評がございますんでね、今回も出してくれました、はい、センスあるね、じゃあフックアップレコーズ、はい、もう今もうものすごい文字の確認をしておりますけれどもね、フックアップレコーズ吉見さんのどっちでも盛り上げれます、はい、どんな方かというのをさあ、はい、出してみましょう、せーのドン、はい、仮面の下は愛情たっぷりおいけまん、えっ、はい、えっとねおいけまんの番は違う、そうですね、あのあれ 番号の番、番長の番ですね、そうですね、あのスレッドみたいになってますけどね、でもね、そうですね、もうこういう風にやっていこうと思ってます、いいと思います、はい、いいと思いますまあでもね、あのブログもたくさん書かれてね、もうすごいな、ありがとうございます、完璧でございました、ももちゃん、今回も、はい、完璧でした、いいオチがついたね、完璧ですね、はい、逆に読みをここまで合わせてくるっていうのがすごいなと思いましたけれどもね、はい、ということで今日はでも本当になんか、はい、あの初めてお二人迎えましたけれども、はい、いいコンビ感で、はい、しかもそのなんていうかな、補い合ってるっていうのがよく分かりました、はい、はい、ということでバーディーガップ、今回お迎えしたのはセカンドラインの前田さん、店長、現役店長、はい、そしてフックアップレコーズ吉見さんでした、どうもありがとうございました、ありがとうございました。